よくも息子の嫁を、幼い孫を、一族を殺してくれたな。お前の所業に比べれば安いものよ。私が何をした？奪ったではないか。館から追い出し、心を寄せる男をさらい、飲んだくれを押しつけ身も凍る地へ送ったのはお前だ。永劫に続く苦しみを受けてもなおこの生き地獄はお前には分かるまい。お前が押しつけた地獄だぞ。いずれも私の咎ではない。何を言う。知らぬふりをしておったくせに。殺しに来たのだろう。切りたければ切れ。苦しみが終わるのならば本望だ。始末をつけるのは私ではない、己自身だ。お前も地獄を味わえ。皆を悼む代わりに笑い合って過ごした日々を心に浮かべようと努めたが、見えるのは姉の顔、それだけだ。これが生き地獄なのか。いえ、敵を討ったではありませんか。ご一族のため、その命をかけて、もう安らぎを求める時です。この道は安らぎには通じぬ。ではどこへ。どこであろうな。このまま歩みを進めれば分かるであろう。それは修羅の道です。もう遅い。